なくてもっといっぱいある。あと一つしかない。まだある。まだある。嘘ついた。パパ成長するにしたがって徐々に白くなり、自分の水をかけて真っ白になります。こっちも行こう。ベルーガは野生だが、魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカなど、リシや牛乳など、1日に15kg から20kg の餌を与えています。4.5m、1.5トン、メスが4m、1トンにもなります。
ベルーガの餌やりが高くて、ブッて。
ベルーガ水槽前にお越しのお客様、こんにちは。まもなく12時30分よりこちらのベルーガ水槽前ではベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを始めます。このイベントはですね、ベルーガ水槽左側のガラスの前で行います。右側にいるお客様はですね、イベントご覧になられる場合は今のうちに左側のガラスの前までお集まりください。またですね、もう左側に、すでにお集まりのお客様、本日ですね、土曜日ですので大変たくさんの、お客様がいらっしゃっています。できる限りですね、座ってのご観覧、そして詰めてのご観覧にご協力よろしくお願いします。私の顔が見えるぐらいであればイベント中しっかりとベルーガたち見ることができます。であともう一つお願いがありまして、イベント始まったらですね、ベルーガたちガラスの前にやってきてくれます。その時にカメラのフラッシュがわーっと光ってしまうとベルーガたちびっくりしていなくなってしまうことがあります。ですので、イベント始まりましたらフラッシュ撮影はご遠慮いただくようお願いいたします。さあ、それでは開始のお時間まで今しばらくお待ちください。後ろにあっちから。
もいいんですけど、講師は何か講師はダメですよ。まだ、まだ、気がついてないのか。ちょうどくっついたじゃん。